木組建築が立ち並ぶバックナング旧市街バックナングはドイツビュルテンベルク州レムスムル郡に属す市である。本市はシュトゥットガルト地方及びシュトゥットガルト大都市圏に属す。本市はレムスムル郡で4番目に大きな町であり、周辺町村の中級中心をなす。1973年に軍の再編によって廃止されるまで同盟の軍の軍庁所在地であった。 バックナングの人口は1953年に2万人を超え、バーデンビュルテンベルク州自治体法により1956年4月1日に大規模軍都市となった。バックナング市は、アルマスバッハイムタール、アルトヒュッテ、アスパハ、アウエンバルト、ブルクシュテッテン、キルヒベルク・アンデアムル、オッペンバイラー、バイサンハイムタールと共に行政共同体を形成している。バックナングは、 自然地陸分譲シュベービッシュフレンキシャーバルトベルゲ、およびネッカーボンチの一部である。この町はネッカーボンチの東端にあたるバックナンガーボンチに位置し、ムル川が流れている。この川は北東から市域に入り、流れを南西に向け、何度も蛇行を繰り返しながら中核地区を流れ、南西部から市域を離れる。バックナング旧市街は、 ムル川が蛇行した湾曲の南側に位置している。地域の東部でバイサハ川がムル川に注いでいる。バックナングは北東はオッペンバイラー及びズルツバッハアンデアムル。東はアウエンバルト及びバイサハイムタール。南東はアルマスバッハイムタール。南はビネンデン及びロイテンバッハ。南西はブルクシュテッテン。西はキルヒベルクアンデアムル。北西は アスパハと境を接している。バックナング市は、中核式、1941年に合併した、北東のシュタインバッハ、1970年代の地域再編に伴って合併した4つの旧町村、すなわち北のシュトリンプフェルバッハ、南のハイ人間、マウバッハ、バルトレムスからなる。合併した、旧五町村は、バーデンビュルテンベルク州自治体法が定める。 ボルトシャフトを形成しており、それぞれ独自の地区議会を有している。バックナング市は、それぞれ独自の名称を持つ21の居住区からなる。バックナングは、シュトットガルトを上級中心とする、シュトットガルト地域内の中級中心となっている。バックナングを中級中心とする地域には、ムルハルト市及びレムスムル郡北部に位置する以下の町村が含まれる、アルマースバッハイムタール。 アルトヒュッテ、アスパハ、アウエンバルト、ブルクシュテッテン、グロースエアラハ、キルヒベルクアンデアムル、オッペンバイラー、シュピーゲルベルク、ズルズバフハアンデアムル、バイサハイムタール。バックナングは、ムルタール水連盟に加盟している。その使命は、洪水の防止である。出典、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク、バックナング市内で新石器時代及び、 ハルシュタット時代の集落や墓地が発掘されている。ローマ時代には155年にリーメスが前進して、以降バックナング周辺地域はローマ帝国のオーバーゲルマニア属州に含まれた。バックナングの地域では近在のムルハルトのコホルスのカストラに付随する建物や墓地が見つかっている。現在の定住はおそらく、 ローマ人がライン川とドナウ川の間に交代した260年頃に住み着いたアレマン人の時代に遡る。最も早くに作られた定住地はおそらく現在の廃人間で、ここからバックナング盆地全体が開発されていった。500年頃にバックナング盆地はフランク人の支配地となった。その領域では組織的な入植が確保されていた。600年以後に 現在のズルツバッハ橋付近に古い街道の重要なムル川の土壌地を守るために城塞が建設された。現在のバックナング地区はこの城に由来する。ここには890年頃に最初のロマネスク教会が建設された。バックナングは1067年にバックナンクとして初めて記録されている。この名称は現在もこの町の住民を バガナと呼ぶことに現れている。当時、バックナングは、ヘッソ家の所領となっていた。ヘッソ家は、皇帝の側近であり、当時のドイツでは最高クラスの貴族であった。ヘッソ家の娘ユーディト・ホン・バックナングと、バーデンヘ境伯ヘルマン2世との結婚により、バックナングは1111年に、バーデンヘ境伯領となった。ヘルマンと伯妃は、 アウグスチの聖堂三次会修道院を創設した。この聖堂三次会は教皇の認可を受け特権を与えられた。ヘルマンの息子ヘルマン三世は施設を拡張、建設し古い教会が修道院のものとされたため村のために新しくミハイル教会を建設した。この修道院は5世代にわたるバーデン編教博の病所となった。 バックナングの死壁の移行、この集落はおそらく1220年頃に、バーデン編境博によって、都市に拡充された。1230年の断片化して残されている文書は、当時すでに都市法が成立していたことを推定させる。この町は、1235年に、ドイツ王ハインリヒ7世とその父で皇帝のフリードリヒ2世との紛争の場となったとされている。この町は、 ビネンデン上主ハインリヒホンノイフェンによって破壊された。その後の復興時に死壁が建設された。バックナングの都市への昇格はこの死壁が建設された1237年と後に誤解され、バックナング市は1987年に750年祭を祝った。実際には都市として記述された最初の確実な文書は1245年のものである。 この文書から、聖パンクラティウス教会及び聖ミヒャエル教会の他に、三つの、水車、病院、ベルクと呼ばれる宮廷があったことがわかる。1300年頃、バーデン辺境博ルドルフ一世の娘イルメンガルトと、ビュルテンベルク博、エーバーハルト危険博との結婚に伴いバックナングは、嫁主として、ビュルテンベルク領となった。1311年から1312年の、 皇帝ハインリヒナ世セイとエーバーハルトとのライヒスクリークでこの町は1312年8月28日に帝国領となったが1316年にビュルテンベルク領に戻された。バックナングは14世紀においてもビュルテンベルクのフォークとの所在地であった。1477年、聖会修道院は世俗の修道院に改組された。本州は1500年から シュバ弁帝国クライスに属した。1525年に農民戦争がこの町を襲い、修道院が略奪された。その後バックナングは1635年の30年戦争中を、はじめ何度も大火災に苦しめられ、1693年にはフランス軍に包囲された。アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれたバックナング・バックナングでは、 ビュルテンベルクの大観区から1758年にオーバーアムとバックナングが形成された。大同盟戦争の時代や1806年のビュルテンベルク王国成立といった変革の時代、オーバーアムとバックナングは1813年までかなり拡大した。18世紀末から19世紀初め、強作、兵士の宿営、飢餓が蔓延した。不自由の多かった。 ナポレオン戦争が終結した後、ビュルテンベルクは1816年の夏のない年にひどい打撃を受けた。こうした状況は、アメリカやロシアへ移住する多くの人の波をもたらした。1900年頃のバックナング駅の初代駅舎1820年頃、死壁都市門が取り壊され、街は中世の中心部を越えて拡張していった。同時に、 1819年には様々な村落や農園を併合した。1800年頃のこの町の最も重要な主工業分野は川なめしと食腐であり工業化によってさらに繁栄した。1861年からのアメリカ南北戦争に起因する免火不足によって食腐産業は危機に瀕し衰退していった。このため川なめしが 住民の主要な収入源分野となった。1897年、この町には102人の川が飯のマイスターがおり、変歴職人が456人、土手が97人働いていた。この町で川の飯が重要性を失ったのは、第二次世界大戦以後であった。19世紀後期には、機械製造業者や、その他の産業も進出してきた。 1875年に工業学校が開校し、1876年のムル鉄道完成によりバックナングはオーリツビュルテンベルククニュー鉄道の鉄道網に接続した。第一次世界大戦中、この町では334人の民間人が犠牲となった。1912年と1923年に大きな暴動が起こった。国家社会主義の時代。 現在の明儀化修で2909年に完成した教員セミナーの建物がナポラとして利用された。1934年にオーバーアムとバックナングからクライス・バックナングが形成され、1938年に周辺の領域が編入されラント・クライス・バックナングに改変された。この町は第二次世界大戦中に何度も空襲を受け、数多くの死者や、 重症者が出た。バックナングにおける戦争被害者は死者447人、行方不明者309人に及んだ。バックナングは1956年に大規模軍都市となり、1970年代に隣接する4町村を併合して大きく拡張した。1973年1月1日にバックナング軍とバイブリンゲン軍が新たなレムスムル軍に統合され、 これに伴いバックナング市は、軍庁所在地の機能を失った。1971年、バックナングに、ドイツ発の自主的な青年センターが設立された。以下の地区が、バックナング市に合併した、以下に示すグラフの値は、推定値、人口調査結果、各時点での統計担当部局の公的研究値に基づいている。 バックナング市の人口水位制パンクラティウス教会、バックナングはもともと、シュパイアー市教区セグイドジョサイチョ長区、マールバフハサン次会に属していた。その後ビュルテンベルク公領となり、他のビュルテンベルク公領と同様に、1534年から宗教改革がなされた。その後数世紀にわたってバックナングは、主にプロテスタントの町であった。はじめは、 マールバッハ教区監督管区に属したが、1695年にビュルテンベルク福音主義宗教会内の独自の監督管区が形成された。もともとはバックナング修道院教会と市の門前にあった当時の墓地教会だけが説教の場として使われた。移住者によってこの教会が拡大し、マテウス教会とシェンタールに説教場を持つマルクス教会が分離され、 独自の教会道を持つに至った。しかし、両教会は引き続き福音主義バックナング、総合教会に泊まった。現在バックナングの宿区となっている町村もビュルテンベルク領となっており、従って主にプロテスタントであった。イ人間、マウバッハ、バルトレムスの信者はもともとバックナング修道院、教会区に属していた。1961年にバルトレムスに、 独自の教会区が設けられ、独自の教会堂が建設された。この教会組織には、バルトレムスやハイ人間の他に、マウバッハも属した。ザクセンバイラーには1696年に、独自の教会区が設けられ、シュタインバッハがこれに属した。シュトリュンプフェルバッハの信者は、現在も隣接するオッペンバイラーの教会組織に属している。これらの教会組織のほかに、 バックナングには、ラント協会の組織がある。すなわち、古経験主義協会、キルヘン・テアベックス・デア・ボンワーブルーダー・ショフト、e ・ EV、リーベンツェラー教団、ミハイル・ハーンシェ教団がそれである。さらに、自由協会もいくつか存在する。例えば、統一メソジスト協会、ビブリシャゲ・マインデ、福音主義自由協会、メノナイト協会、ざまなウォックス・ミション・インチ・イードナー・クリスン及び、 マウバッハのブルンスタード教会などである。19世紀になるとバックナングに再びカトリック信者が増加した。当初エーバースベルクの教会が彼らを管轄した。バックナングには1894年に独自の司祭区が設けられ、同じ年に先例者、ヨハネ教会が建設された。バックナング地域のカトリック信者は全員、この教会区に属した。 さらなるカトリック信者の増加に伴い、隣接する町村に独自の教区が設けられた。ゲルマンス・バイラー、ハイ人間、マウ・バッハ、ザクセン・バイラー、シェン・タール、シティフツグルントホーフ、バルト・レムスは、現在も先礼者、ヨハネ教会区に属している。1969年に、バックナングで2つ目のカトリック教会、クリスト系に非教会が建設された。 クリスト系に非協会は1969年に教区協会に昇格し、クリストス系に非司祭区が設けられた。この司祭区には、シュタインバッハのカトリック信者も属している。両カトリック協会は1973年にカトリック総合協会バックナングを創設し、カトリック社会福祉施設とカトリック幼稚園の運営者となった。また、この両カトリック協会は、 外国公母語とする信者のためのすべてア安定、パドバンスキー及びサグラダ・ファミリア協会とともに、ロッテンブルク・シュトットガルト市教区内のレムズムル、主席司祭区に属すカトリック主牧会バックナングを形成している。新首都派協会とエホバの承認もバックナングで活動している。バックナングにはこれに加えて、ギリシア正教の教会とイスラム教第一部の教団がある。 バックナング市長者バックナングの市議会は26人の議員からなる。議員は直接選挙で選出される。上級市長は議長として市議会に参加する。市のトップであるスターチルシースは1231年に初めてその存在が証明されている。行政の監督はフォークとの責務であった。年からスターチルシスが 市の主張を表すようになり、1930年からバーガーマイスター、そして1956年4月1日の大規模軍都市への昇格に伴い、オバーバーガーメイスターと変化した。上級市長は8年ごとの直接選挙で選出される。上級市長は市議会の議長であり、市行政の指導者であり、対外向けの市の代表者でもある。市長の代行者は、 第一副市長であるが、バーガーマイスターを公式な職名とする。第二次世界大戦以後の市長、ノッパーは2010年と2018年に、それぞれ85%以上の票を獲得して、再選された。バックナング市の紋章は、左右に分割。向かって、左は銀字に3本の黒い鹿の角が水平に配置されている。向かって、右は黒字に、 金色の飾り具と十字をつけた青い帝国帽子。紙の旗は青から黄色である。この紋章は1903年7月10日に確定された。バックナングは以下の都市と姉妹都市協定を締結している。1953年にバックナングで製造されたケルブレ社のトラクター工業化の過程でまずテキスタイル分野の企業が重要となった。例えば、 川なめし、食婦、宝石、編み物などの工場である。最初に、食婦業が繁栄し、比較業がこれに続いた。今では、大きな工場はすべて閉鎖、または取り壊されているにもかかわらず、現在も、川なめしの町バックナングと話題に上る。人工芝メーカーのアドルフ宝石は、世紀の変わり目頃に、多くの人をバックナングに引き寄せ、町の成長に寄与した。 その後は、機械製造会社や1895年からは、建設機械、モーター、実用車両製造業者のケルブレがこれに加わった。この会社は、特にトレーラーのトラクターユニット製造で知られている。さらに、電子工学、通信工学の企業も進出してきた。この分野の企業は、当時のアイグを講師とし、現在に至るまで都市景観を形成している、エリクソン、 ケレンとテサットイコールスペースコムがそれである。しかしエリクソンの管理部門はバックナングの事業所の一部を分離し、最終的には縮小、または完全に閉鎖することを発表した。バックナングには自動車部品で知られる FK アウトモーティブ、GMBH の本社がある。この他にヨーロッパにおけるカツラのトップメーカーであるケルディングインターナショナルハールファブリークがバックナングに 拠点を置いている。道路バックナングの市域内を B14 号線が通っている。この道路はバイパス道路として拡充されており、中核区の西側を通っている。シュトットガルター通りとの交差点付近や、レルヒエネッカー工業地域の高台の約700メートル区間は4車線に拡幅されており、観光車両を問題なく追い越すことができ、信号をまたがるような渋滞も生じない。 最寄りのアウトバーンは、連邦アウトバーン A81 号線のシュトゥットガルド・ハイルブロン線のムンデルスハイムにある。運転しやすく、ほぼまっすぐな修道 L 線115線を経由して、アクセスできる。バックナング駅鉄道、バス路線ルートビヒスブルクからの路線がバックナングで、バイブリンゲンシュベイビッシュハル、ヘッセンタール線に合流する。バックナング駅は、 シュトットガルト S バーンの S3 号線の支店であり、2012年12月からは S4 号線の支店にもなった。バックナング市内には、もう一つ S3 号線の停車駅、マウバッハがある。都市交通は、ルオフ、乗り合いバス交通によって運営されている。この会社は、シュトットガルト地域バスとともに、BK バスを形成している。すべての路線に、シュトットガルト交通、 運賃連盟内の統一料金が適用される。自転車道バックナングは、バーデンビュルテンベルク州の自転車道網の交差点に当たる。市内には、アスパハ、ズルツバッハ、ルーダースベルク、バイブリンゲンを経由して、バイルシュタインエイクルートや、マウバッハを経由して、シュタインハイムへ向かうルートに標識が設けられている。航空廃人間宿に、バックイコール廃人間飛行場がある。 バックナングでは、日刊誌として、バックナンガークライスサイトングが、毎週木曜日に、週刊の、バックナンガー防避エンブラッドが刊行されている。バックナング区裁判所バックナングには、シュトットガルト上級地方裁判所シュトットガルト地方、裁判所管区に属する裁判所があり、さらに税務所、職業安定所、TUV の試験所、レムスムル群の農業局及び、 レムスムル軍軍長役場の文書がある。本詩は、ビュルテンベルク福音主義宗教会のバックナング、教会管区及びカトリックのロッテンブルクシュトットガル都市教区、レムスムル主席主催区連合に属すバックナング、主席主催区の本部所在地である。二つある技術救援活動組織のレムスムル地域連合のうちの一つがバックナングにある。バックナングには、ギムナジウム2校、 実家学校2校、ベルクレアル修レを併設した、基礎家庭、本家庭学校3校、養護学校1校、バルドルフ学園、基礎家庭学校4校がある。レムスムル軍は、職業学校を3校を運営している、工学義ムナジウムを含む、産業学校、エドアルトブロイ修レ、アナハーグ修レである、2校の私立学校がバックナングの教育施設を保管している。 成人教育に関しては、バックナングは、バックナング市民大学の本部所在地である。この市民大学は10カ所の文教場を有しており、周辺地域の人々も学んでいる。バックナングのビュルガーハウスでは、オペラや演劇の上演、舞踏会や会議が行われている。バントハウステアターバックナングは、2013年夏にヤスミン、マインドルとユリアーネ・プッツマンの指導下で結成された。 この劇団はこれ以後同時代の演劇を取り上げ、実演している。成功したプロダクションとしては、ウィリアム・シェイクスピアのジューニアのビュルガーテアターバンと、グラーフェネックス形状での1940年のバックナング市シュ民殺害を扱ったコンスト・ドゥ・シュバイーガン・イッヒ・アオホである。バックナング市シュ・ギャラリーが入居しているトゥルム・シュール・ハウスブルク広場のかつてのカジ屋に入っているカジ屋博物館は、 工芸博物館で、家事屋の仕事や生活を紹介している。バックナングの、シュタット・トゥルムーチでは、市の歴史が展示されている。かつてのナヤに入居している、ムゼウムイコール・ショイエルでは、農機具や農業機械及び古い靴作りの工房や、旗織りを展示している。放送博物館、マンフレート・フォン・アルデネは、企業家一族ブルゲル家のラジオの歴史に関する、個人コレクションである。 ハンガリー系ドイツ人博物館は放築された、ハンガリー系ドイツ人の文化、歴史、生活を紹介している。グラフィックカビネットは、ルーカス・クラナハや、アルブレヒト・デューラーの重要な版画を所蔵している。トゥルム・シュールハウスのバックナングシュ・ギャラリーでは入れ替え、展示されている現代美術作品が見られる。例えば、ネオ・ラウフ、イリアカバコフ、ティム・アイテル、エーバー・ハルト・ボスレット、 マルクス・エーレンなどである。バックナング技術フォーラムは1938年から1939年に建設されたケルベル社の工場に入居している博物館である。この博物館は報道技術、川滑市、宝石及びケルブレ社をテーマにバックナング市の工業史を描出している。40年以上前から存在している自主的青年センターは ギターポップ及びパンクロックのコンサートを定期的に開催している。1984年に結成されたメタルバンド東天門とはバックナング出身である。シュタットトゥルム福音主義の聖パンクラティウス教区教会は隣接するシュタットトゥルムと共にこの町の象徴的建造物となっている。この教会には1116年に創設された。 アウグスチの聖堂三次会修道院の移行である12世紀のロマネスク教会の内陣側等と後期ゴシック様式の内陣が残されている。この教会は12世紀初めから1240年頃までのバーデン編教博の美床であった。長堂は1693年の火災の後、1697年に簡素な形で再建された。教会の前に、 歴史的な1739年製の教会の鐘が設置されている。修道院教会は、宗教改革以後、福音主義教会組織の主要教会となり、その西側に接して墓地が設けられた。シュタットトゥルムは、旧聖ミハエル教区教会の遺構である。高さ45メートルのこのコールトルムは13世紀に建設され、1693年の火災後に3階建ての、 木組建築街とボンネット屋根が設けられた。その近くのマクルトグラーフェンホーフに1816、1817 18年に建設された木組建築トゥルムシュールハウスがある。この二つの建物は現在バックナング市のギャラリーとして用いられている。修道院教会の東に接するシティフツホーフは1600年頃に建設されたビュルテンベルク家の未亡人の屋敷であった。 シティフツホーフの主館はかつて公の上官であった建物で1693年の火災後は果実庫として現在は草一番所として利用されている。この他にシティフツホーフにはシティフツケラーがある。この建物もやはり1693年の火災に巻き込まれ再建された建物で1806年以後は財務、税務所として利用され、 現在は一部が市の行政当局のオフィスとなっている。かつての厨房は後にアムトの牢獄となり、現在はやはり市の行政スペースとなっている。シュティフツホーフには1713年製の装飾豊かな泉がある。木組建築が立ち並ぶバックナング旧市街、シラー通り、市庁舎は1716年建造の木組建築であるが、 古い土台は1599年に設置されたものである。シュタットトゥルムに向いたハフには特徴的な小さな手楼が取り付けられている。マルクト広場にはかつて三つあった古い視聴者の泉のうちの一つが残っている。やはり木組のバックナングのシュタットハウスはかつてビュルテンベルクの大館所であった。旧シュタットシュールハウスもこの町の卓越した木組建築の一つに数えられる。 内市街にはこの他にも木組建築が多く見られる。バックナングはドイツ木組の家街道のステーションである。当店教会は1452年に墓地教会として建設された。かつての墓地は現在では見られない。町の拡大に伴い、かつては私壁の外にあったこの教会が内市街地区に含まれるようになった。 ローマイコールカトリックの聖ヨハネス市教会は1893年から1894年にネオゴシック様式で建設され1946年に内部が改築されたバックナングには歴史的な校舎が2棟ある1891年のセントラルシュールハウスと1906年から1909年に建設されたレーラーザミナールである様々な場所に 13世紀に建設された紙壁の遺構が残されている。カトリックのクリスト系に非教会と福音主義、マテウス教会は1960年代に新たに建設された。旧室内プールの跡地に2016年から2017年にアーノネガルテンが造営された。ここは休息や遊びの場の公園となっている。TDG バックナングは 会員数約4350人の地元最大のスポーツクラブである。2012年12月10日にオープンしたムルベーダー、バックナング・ボネマーは、市の東部のムル川沿いにある。ボネマーには、大きな遊泳水槽、ウォータースライダー、幼児コーナーがある。さらに温泉や、大きなサウナ施設、蒸し風呂やクナイプ式浴場もある。すぐ隣には、バックナングミネラル屋外プールがあり。 歩行者専用の橋でつながっている。シュトラセンフェストバックナングのクリスマスマーケットこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。オーバーアムとは地方行政機関ベルクレアル州ではドイツ内でもバーデンビュルテンベルク州特有の学校形態で本家庭学校の第9または 第10学年終了の生徒から選抜で、第10学年以降の中等教育クラスに進学できる制度及びその過程ドイツ語、コーチャーム内人と教会等とが一体化した教会建築。ありがとうございます。